あっちどっちそっち ABS。 はい、皆様、ナバリの皆様こんにちは。いや、前回の放送でゲストさんが来ますと言っていたんですけれども、今回ゲストが、来れないっていう感じになってストーリーズにもあげたんですけど、なんとそれを見てですね、今日はちょっとヘルプで急遽来てくれた方がいらっしゃいます。じゃあちょっとその方にご挨拶していただこうと思います。よろしくお願いします。こんにちは、小太郎さんと同じく名張市の地域おこし協力隊やってます長谷川美沙と言います。今日はよろしくお願いします。はい、長谷川美沙さんよろしくお願いします。すいません身内ですいません、本当にもう私の一人ぼっちなのを助けに来てくださいましてありがとうございます。ですね、後でまたお話を聞こうかと思うんですけれども、長谷川美沙さん、私の奥さんなんですけれどもは今名張の駒原の方で、地域おこし協力隊をやっています。よろしくお願いします。お願いします。はい、では、早速やっていきましょう。名張幸太郎なんですけれども、今日ですね、名張幸太郎始まって以来の初めての出来事がありまして、もうこれは本当にもうすごい嬉しい出来事だったので、ちょっと皆様にお伝えしたいなと思います。はい、っていうのはですね、なんとずっとメッセージをくださいくださいと言い続けて早半年以上、ついにラジオにメッセージが届きました。やったー、ありがとうございますありがとうございます。じゃあですね、早速、読ませていただきたいなというふうに思います。ラジオネームゴーゴーミックスナッツさん、本当にありがとうございます。ミックスナッツですかね、なんかアニメの今やってるスパイファミリーの主題歌のタイトルと同じなんで好きなんですかね、それかオフィシャルヒゲダンディズムさんが好きなのかわからないですけど、ぜひ、ありがとうございます。で、じゃあ、メッセージ読ませていただきます。はい、名張幸太郎の幸太郎さんに質問です。はい、いつも名張幸太郎を楽しみにしています。ありがとうございます。4月からリニューアルして、いろんなゲストの方が出演されるのも楽しみです。幸太郎さんは、地域おこし協力隊になられる前はアニメ関連のお仕事をされていたとお聞きしました。そこで幸太郎さんに質問です。我が家の子供たちは小さい頃から剣道に励んでいますが、今通学している中学校には剣道部がなく、通っている道場では門下生を募集してもなかなか集まらない状況で、もはや風前の灯火。なんと、わあ、それは悲しいですね。礼儀作法が身について何よりかっこいい、そんな剣道に子供たちも興味を持ってもらえるよう、剣道を題材にした漫画があれば教えてください。ぜひよろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。剣道か。僕、かっこいいと思うんですけどね。僕も中学校の時にね、部活ではなくて武道っていう授業で剣道を選択していたんで、剣道自体はちょこっとだけかじったことあるんですけど、本当になんか防具とかもね、つけてかっこいいなと思うんですけど、やったことあります？いや、もう私小学校やってましたよ、2年間ぐらい。小学校の時に剣道やってたそうですよ、ミックスナッツさん。これはいい情報だと思いますね。で、そうですね、漫画、ちょっともうこの幸太郎のコーナー時間がないので、ちょっと一つだけ作品なんか思い当たるものとして言わせていただこうかなと思うのが、バンブーブレードっていう作品があるんですけれども、まあ名前の通り市内、英語で言ってね、バンブーブレードで剣道のね、作品になっていまして、まあヤングガンガンっていう雑誌で連載されていて、てまあ全部で14巻漫画が出ている作品になってます。まあ、この他にもですね、これスピンオフとか外伝とか他にもいろんな漫画も出ているような、結構人気のある作品でして、でこれアニメ化もさせてもらっていて、2007年の10月から2008年の3月まで全26話2クールやったアニメで、これ僕がちょうど大学ぐらいの頃かなと思うんですけど、そこそこ流行ってたかなというふうに記憶している作品ですね。漢字内容としては、まあ、とある学校の剣道部がまあ舞台で、まあ、女子部員を中心に、まあ、
日常とかを緩やかにまあ送りながら剣道の目標をまあ向かってみんなで頑張っていくみたいな、まあ、そんな作品になっていて、うん、女子なんですね。そうですね、基本的には女子の、あの剣道の話だったかなと思います、うん、ミックスナッツさんの、ね、お子さんが男の子なのか女の子なのかっていうのかちょっとわからないんですけど、うん、まあ女の子っていうことで結構まあとっつきやすいのかなっていうふうに思いますし、うんうんうん、イラストもすごくちょっと可愛かったりするので、読むのは、いいんじゃないかなというふうにも僕は思っています。結構なんかその中でもその主人公たちが出てくる学校の対戦相手かだっかだったと思うんですけど、そのなんかちょっと剣道をどうしようかなやめようかなって悩んでる子が出てきて、まあいろいろその主人公の子たちとかと触れ合ううちにまあ続けていこうかなって思うような励みのあるストーリーとかもあったような、もう何年も読んでないのでちょっと分かんないんですけど、あったような気がするので、すごくまあ剣道をするっていう意味ではすごくいいんじゃない、入りやすいんじゃないかなというふうに思うので、ミックスナッツさんぜひよろしければバンブーブレードを読んでみてくれたら嬉しいと思います。はい、っていう感じで、そうですね、剣道か、まあそうですよね、まあ、なかなか防具とかもね揃えるのも高かったりもしますしね。袴で転ぶよね。いや知らないけど、それは僕は残念ながら転んだことはないんですけど、うん、これでちょっと妻の運動能力のなさが露呈されたかなというふうに思いますので、皆さん何か妻と活動するときは歩くときにこけないか心配してあげてください。はい、でちょっとですね、そんな妻の方がですね、小野原の方で配っている、毎月配っているというかね、作っているなんていうんですかね、チラシっていうんですかね、があるんですけれども、それについてちょっと紹介してもらおうかなというふうに思います。いいんですか、私ので。ぜひぜひ、もう時間もまだ残ってるので。はい、私長谷川美沙というので、美沙美沙こもはらだよりというものを出しております。去年まではですね、ちょっと名前が違ってて美沙美沙こもはら学級やったんですけど、ちょっとそれだとなんていうんですかね、あんまり載せたくても載せれない記事とかがいっぱい出てきたので、今度はこういうものにしました。で、こもはらのね、基本的なその情報、まあだいたい小学校の授業だとか地域のイベントなんかを写真をね、たくさんいっぱい載せて、どういう様子かっていうのを分かりやすく載せているものになります。あとですね、時々ちょっと4コマなんかも私がちゃんと直筆で書いたものをですね、うん、主人にもちょっと消しゴムで消すのを手伝ってもらったりとかしてもらってる4コマ劇場も載せていたりしますので、結構ねこれ地域でも見てますって言ってくれる人がいっぱいいるので、うん、そうなんですよ、小野原の人たちはよく読んでくれてるみたいで、で小野原のことも結構よく分かりやすくまとまっているので、なんか小野原のこと知りたいなとか、私も実はちょっと読んでみたいなとか思ってくださる人がいれば、今どこにあるんですかね。あれはですね、市民センターかな、小野原市民センターに行けばありますね。前からずっと、うん、どうやら前からずっと1年間分ぐらいまだ小野原市民センターに行けば読めるらしいので。あ、いや1年分は読めないだそうです。すみません、ちょっと早とちりしました。読める分もあるらしいので、もしよければ小野原に行くきっかけとしてもいいかなと思うので見に行ってみてください。はい、あとネットでも一応もこもラボっていうインスタグラムで載せてもいますので、それだったらね前回のも見れますので、そうですね、家でも読めるかなと思いますので、まあ、見てみてください。よろしくお願いします。はい、まあ、そういった形で、ミサさんが喋ってる間に私はちょっと格好を変えたんですけど、ちょっとまあラジオではわからないかもしれないので、この後配信される YouTube とかで見てもらえたらなと思うんですけど、実はですねもう残り時間ないんですけど、この間の柳瀬祭りで私がちょっとですね謎解きイベントをやって、その時に二重面相の格好をさせてもらいましたので、今ちょっとその格好をちょっとだけしているので、もしよければその格好が見たかったらインスタグラムの方をチェックしてみてください。ありがとうございます。ではですね、駆け足になってしまいますが、今日の放送終わりたいと思います。またですね、メッセージの方お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
あっちどっちそっち ABS。